体験できるので、とりあえず生きていくことが大前提なんですよね。生きるだけの意志力をつけつつ、自分も生きてみたい。友達がなんかうなぎとして未来ってかっこいいねみたいな共感はできなかったんですよ。今回は海外留学に挑戦されている獣医学生であるうなぎさんにインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お手柔らかにお願いします23歳で酪農学園大学の5年生の獣医学部に通っています。沖縄県の高校を卒業して1年間予備校で浪人した後に酪農学園に入ったっていう感じですね。これが大まかなしょうもない人生なんで、よろしくお願いしますお願いします。結構動物が好きな家族で、そういう動物が多いような環境で育ったっていうのが一番大きな要因ですね。特に犬とか猫とか小動物だったり、いろんなハムスターチンチラとかを結構家族がみんなで飼ってるような環境だったので、自分も自然となんかそういう動物にめちゃくちゃ興味を持つことが多かったですね。なんとなくずっと動物に関われる仕事をしたいなみたいなことを思っていて、どんどん獣医っていうのがあるっていうことを知るにつれて獣医学部を目指すようになりましたね。で、大体小動物の臨床に行こうみたいな感じで獣医を目指しました。生産動物系のあれにも触れる機会が多くなっちゃって、酪農は結構生産動物の色が強いんで、そこで結構牛やれみたいな感じで調教されて、一瞬牛に心がイライラって時期もあったんですけど、いろいろ実習とか小動物の方に行くにつれて、やばい、ここが俺を目指した場所だみたいな感じで、最近は心を取り戻してやっぱ小動物だみたいな感じで今行こうかなっていう感じで戻ってますね。ありがとうございます。まず留学を志したのが大体4年生の夏頃ですね。もともと自分の大学では単位互換の交換留学のプログラムがあって、1年生の頃からその存在には知ってたんですけど、別にそこまで行きたいなっていうこともなく、自分とはなんか結構かけ離れたものなのかなと思ってたんですけど、だんだん学年が上がってるごとになんかコロナ禍とかもあって、あんまり大学でのなんか思い出っていうか、そういうやりきったことがないなっていうことを感じて、なんか大学のうちになんか思い出に残ることが自分の経験になるようなことができればいいなっていうことを思い始めてきて、すごいいいチャンスだと思ってちょっと目指してみようかなって思って勉強を開始したって感じですね。行く大学っていうのはもともと自分の学校が提携してるようななんか単位互換の交換プログラムの中の大学でしか選べなくて、それがタイの今のカセサート大学っていう感じなんですけど、それを自分は結構タイの方ではエビの養殖が盛んなんで、そこのなかなか触れる機会のない獣医学っていうのを体験できるので、とてもそれは自分の中で楽しみにしている科目の一つであって、他にもタイ特有の野生動物の研究とかも盛んなので、そこも自分はなかなか触れられないような学問があるっていうのを知って、そこにチャレンジしてみたいなって思ってます。そうですね、やっぱ大変なことって言ったら英語ですね。英語のコミュニケーション能力が本当に大変だなって感じます。もう実際自分の大学だと1年生はちょっと教養科目で英語に触れることはあるんですけど、もう 2,3,4 は本当に英語に触れる機会が全くなくて、獣医の授業でもほとんど ないぐらいで、もう英語のなんか紹介文みたいに載ると思うんですけど、それも Google 翻訳みたいなの使っちゃうような感じの学生だったんで、本当に英語に触れる機会がなかったので、もう4年生からゼロからまたスタートしなきゃいけないみたいな感じだったので、そこは本当に今も苦労してますね。ちょっとテストとの両立っていうのは結構難しい。どうしてもやっぱ単位の方を優先してしまうことがあるので、そこは毎回大変ですね。英語のコミュニケーションはまだまだ自分も正解が分かってないんで、とりあえず留学する前に頑張って留学しながら調整していくっていう感じで考えてるんですけど、本当にどうなるか分かんないです。文法と単語をやり直して、やっぱり
リスニングを聞きながら音読で、なんかシャドーイングっていうのが結構効果的っていうのを、本当に YouTube で英語を上げる方法みたいな感じで一生懸命急いで調べて、それを本当に心片っ端から今試してるって、本当に実験段階なんで、まだ自分もそんなに言えるような立場じゃないんで、今本当にその YouTube に載ってるようなシャドーイングっていうのを試したり、今で言うとオンライン英会話も結構やってて、なかなか喋ることが少ないんで、考えがあってもそれをうまく英語にできないっていうのがまだ今自分のレベルなんで、そこを頑張って今練習してるっていう感じです。学校の方でも結構留学に行くこのチームのために時に授業を開いてくださって、そこでも英語のコミュニケーションのやり方みたいなのをやってる授業には今参加させてもらってます。本当に今のところでも日常会話でそれはもう本当にちゃんとしていかなきゃいけないっていうので精一杯で、とりあえず生きていくことが大前提なので、向こうで生きるだけの英語力をつけつつ、一応学校の方ではそういう専門的な科目の英語のプレゼン能力だったりコミュニケーションの仕方みたいな感じで習ってるので、英語の単語とかもそういう専門的な単語の一覧とかいうのをいただいたり、それを使って練習してるんですけど、本当になんか専門的な用語ちょっと長すぎて、単語がちょっと本当に難しいですね。自分も本当にそこは本当に心折れそうなくらいの単語量なんで、今まで覚えた自由学的知識が全て英語に変換されて、またそれの覚えなきゃいけないってなると、本当に毎日夜も眠れないっていう感じですね。そうですね、前の準備段階としては自分はタイに行くんですけど、そこのタイ の感染症対策と予防接種を受けることが受けるって言われてるんですよね、学校の先生から。そこで狂犬病だったり症風とか肝炎のワクチンを打つのが、だいたい4月ぐらいからだから3ヶ月前ぐらいから始まってますね。そこがだいたい予防接種の準備としては3ヶ月前ぐらいから始まってますね。それとあと最近は自分タイに行くので、タイ料理とかに慣れるためにちょっとタイの本格的な料理屋さんとかそのメンバーで行ったりするんですけど、これが自分ちょっとタイ料理がめちゃくちゃ苦手だったってことが発覚して、本当に今やばいんですよね。なんかみんな美味しいみたいな感じでメンバー食べてるんですけど、何これみたいな感じで食べたこと、味覚がバグっちゃって、もう今怖いですね。留学の食事面が今ちょっと不安なんで、そこを頑張って今準備しなきゃなって考えてます。もうだと50万ちょっとぐらいなんですか。留学に入ってめちゃくちゃ満足しちゃって、自分は英語なんかもやらなかったような本当に反面教師みたいな、今向こうではタイに留学するのにタイの語学少し簡単なやり取りに起こっているのを、これからちょっと